皆さんこんにちは、私のチャンネルへようこそ。パリ五輪中継で現在、話題の人となっているのが NHK 中川アンナアナウンサー、30。開会式直前にエッフェル塔をバックに現地の様子をリポートした時のベージュの衣装が、裸に見える、何も着ていない。などと SNS で物議を醸した。一方でそんなことはない、気にしすぎ、などの声や、 テレビ東京を退社した松丸幸アナが、ゲストを意識して地味にという意味であえてベージュにしたんじゃないかと自身の経験を踏まえて番組で話すなど、さまざまな意見が出てくる事態に。各局共にエース級アナや著名アスリートキャスターを投入し、熱性を伝える中、中川アナはテレビ関係者の間で、キャスター部門では一番の存在感を発揮していると言われている。 そんな中川アナはどんなアナウンサーなのか。2016年に慶応大を卒業後、NHK に入局。秋田放送局、広島放送局を経て、2020年から東京アナウンス室へ。20年4月から24年3月まで、朝市のリポーターとして出演、明るいキャラクターが人気だった。また、22年から、サンデースポーツ、日曜午 Q、50、 でキャスターを務めており、その仕事ぶりが評価され、今回、閉会式の中継キャスターにも抜擢されている。関係者は、アナウンス力にも定評があり、スポーツの祭典のフィナーレを持ち前の明るさでしっかりと伝えてくれるはず、と期待している。村上春樹の言葉、5月に東京、渋谷の局内で行われた開閉式中継キャスター発表会見の際、中川アナは、最初、 閉会式担当と聞いたときは、大丈夫かな、勤められるのかなと思いましたと大役に不安がよぎったことを明かした後で、先輩たちにアドバイスを伺いに行ったところ、祭りの余韻を伝えるものだと。私はカリブ海のプエルトリコで育ったラテン系。皆さんと一緒に祭りの余韻を楽しめればと思いますと抱負を語っていた。父親の仕事の都合で幼い頃はフィンランドで暮らし、 10歳から4年間をプエルトリコで過ごしている5月に東京渋谷の局内で行われた開閉式中継キャスター発表会見の際中川アナは最初閉会式担当と聞いた時は「大丈夫かな?」「勤められるのかな?」と思いましたと大役に不安がよぎったことを明かした後で先輩たちにアドバイスを伺いに行ったところ祭りの余韻を伝えるものだと 私はカリブ海のプエルトリコで育ったラテン系。皆さんと一緒に祭りの余韻を楽しめればと思いますと抱負を語っていた。父親の仕事の都合で幼い頃はフィンランドで暮らし、10歳から4年間をプエルトリコで過ごしている。自身のインスタではプライベートの姿を投稿。ミス KO、ファイナリストの美貌と抜群のスタイルの持ち主でもあり、ついた愛称は NHK の峰フジ子。 露出多めの服装やスタイルの良さが際立つ写真も多く NHK らしくない NHK の枠に収まりきれるのかという指摘も局内外から出ていた NHK 関係者はユニークなキャラクターフリー転身の噂は出ており今後の動向が注目されそうだと話しているどう思いますか気に入っていただけると嬉しいですまた次回お会いしましょう